くぞ。おう、チェーンソールセット、レッツゴーオン。エマージェンシー、デカレンジャー。はい、ということで本日もやってまいりましたフラライスイスタ TV よ。はい、ということなんですけれども、皆さんそう、もうお気づきでしょうが、僕がまあこの衣装を着ているということは、そうコラボでございます。今日来ていただいたのはこちらのお方、強ポンド散歩です。急に、急にもうびっくりするよ。テンション上げますから、うん、びっくりする、はい、もうだって俺の知ってる強しくんってこうじゃないですから。まずこうじゃないですよ。まあ確かに、もう最近のそれこそインスタとか、うん、これめっちゃ見てますけど、もう強しくんの振り切り方すごいなって。まあ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 、もう特有の、あのテンションだけという特有を、はい、あのアピールしてたんです。はいはいはい、強調してます。で、強しくんとはね、実はね、あの共演もしてますけどね。これゴーオンジャーとデカレンジャーとしてはないんですけれども、ないけど、そう舞台でね、うん、共演させてもらったりとかもしてるんで、実はご飯行ったりだとか、うん、その期間めちゃめちゃなんかもう、ね、僕は演技下手なんで、もう教えてもらったりとか、そんなことない、すごくお世話になったっていうのは本当にそういう経歴もあったりとかするんですけれども、その時の剛くんと今ってもう全然もうびっくりするぐらい違います皆さん。そんなことない、違う、ほんと違う。俺の剛くんのイメージって、うん、もうとにかく芝居にめっちゃ熱いんですよ。舞台モリスね。はい、ね、いや懐かしいわ。助かりました。いやいやいや、そうですよ、星野さん、ありがとうございます。ね、でもあの舞台すごかったですよね。そこいろんな意味でな、うん、いろんな意味ですごかった、いろんな意味ですごかったし、これあの YouTube にも上げれるかっていうぐらいいろんな意味ですごかったな。すごかったし、あとヒーローもいっぱい出てましたから。あ、出てた出てたね、うん、だって陽介くん、陽介、うん、実はでしょ、伊藤洋介、うん、俺、何人行きました。俺、舞台モリスじゃなかった。翔くんもさ、いたでしょ。え、翔おったっけ。見ましたよ。あれ俺、もうあかんわ、追いが始まってる。あれ、ちょっと待って。で、その時言われた言葉で、すっごい、なんか覚えてるのが、うん、僕は、この主演することに対しての不安がめちゃめちゃあって、うん、で、剛くんと飲んでる時になんか多分剛くんがそれを察してくれたのか分かんないけど、うん、やつ、お前が主演やるっていうことはどういうことかって言ったら、それはもう花がある人がやっぱりそこの位置やねんみたいな、だからお前も自信持ってやれきれって言われたのがすっごい僕の中でめちゃめちゃ残ってて、そうだ、俺すごく嬉しくて、それマジ言った側全然覚えてない。マジっすか。覚えてないの。いやでもその別になんか分かると思うけど、別に嘘つくタイプじゃないし、なんか忖度するタイプじゃないから、熱いからね、なんか別にほんまにその時に思ってることを言ったはずやけど、うんうん、本人ってやっぱそういうもんで覚えてないよ。でも覚えてないです。覚えてない。なんか分からんけど、ショーとか陽介出てたら先に言うとか、ごめんなさい。っていうまあそんな感じの、ね、僕からしたら特撮の先輩でもあるんですけれども、うん、役者にとって絡んだこともあると、まあ、そういった剛君との若干関係性ですかね。はい。はい、まあでもね、まあ僕ね、ヤスがこう YouTube 始めましたって知ってから、はいはいはい、めちゃめちゃ、うわっ、いやちょっともうなんか嬉しかった、めっちゃ。マジですか。やつも YouTube やり始めたと思って、はい、でもすぐ俺アタックしに行ったんです。そうなんですか。それ分かんないですけど、それもうすぐやつ YouTube 始めたやろ、コラボしようやってやったら、うん、結構多分やつ気づいたら3ヶ月後ぐらい。いや、おっそう。マジっすか。俺だってファンの方使ったって言い方で、ファンの方お願いしたの。やつとかがツイートつぶやいたら、その時に林剛くんがあの古原さんに私頼まれたんですけどって言って、私たち頼まれてるんですけど、古原さん早く剛さんのダイレクトメール気づいてくださいって。全然公平やな。全然気づかなかったしね、俺ね。そうで、僕本当だから、剛くんがなんか映像で見たんですよ。あ、うん、それは言っといて、でもヤスの方にも何かもしかしたらあるかもしれんから、なんかそんな強くは言わんといたらみたいな動画を見て、うわなんかすごいことになってると思って何これみたいな、俺びっくりして、うん、そうだからそこから速攻ね連絡して、うん、あ、そうそう、すぐくれて、ね、剛くんすいませんすいませんマジで気づきませんでした。あのヤスが今もう本当ようやくコラボできますとか言ってくれてるけど俺から見たら待望です。俺もうヤスの彼女ぐらい3ヶ月ずっと連絡ないわ、なんで俺なんか舞台の時で悪いことしたとかってもうむしろめっちゃお世話になりました。本当ありがとうございます。そうですわ。はい、ということなんですけれども、はい、まあね、今日はせっかく、まあ、剛くん来ていただいてるんで、うん、まあ僕たちはやっぱそのデカレンジャー見てた側だったりもしたんで、はいはいはい、まあ先輩でもあるし、うん、まあちょっとそのデカレンジャーのお話を交えつつ、はい、まあちょっとね、いろんなこと皆さんにやっぱ撮影の裏話だったりだとか、うん、あとはゴーオンから見たデカレンのちょっとやっぱ羨ましいところとか
たくさんあるんですよ。おー、え、あるんすか？あります、あります。ちょっと言っていいですか？じゃあ、いいよいいよ。まず、うん、もうね、デカレンとめっちゃ比べられたのはもうスカイシアターです。あー、はい、まあ俺らのね、うん、前代未聞の第7回ステージみたいな。7回ステージをみんな目指してました、俺たちは。あ、マジで？そう、もう、でも、うん、俺たちの時にはもう規則で7回目はできない。あれはあれでしょ？なんか、イレギュラーな7回目だったんですよね。もうだから、みんなは絶対6回まではいけるやん、うん、だから5か6とかでしょ、うん、いつも大体。そうそうそう。で、俺らの時はその7回目っていうのは、まあ、多分5のファンの方とかも7回なんとかしてくれへんかなってあったと思うんだけど、うん、俺らまずそのもう4回目ぐらいから人がえぐいぐらい並んでたんで、5回目やりますと、はいはい、で、まあ、6回目も最初なんでやらせてくださいって言ってるけど、はい、その後に6回目やった後に3、4000人ぐらいかな、うん、すごい、そんな3000人とか並んでた、うん、で、これは、そう、で、これはどうやっても、うん、あ、収まりが効かないですから、うんうん、ただ俺らの時はそのカメラ回せてたでしょ、うん、やつの時は俺たちの時はもうなかったないよね、はい、俺はそのホームビデオ回せてもらったりとかそういうの大丈夫やって、うん、でもそれもあって人数多かったよな、最後やから収めたいみたいな、うん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 、で、まあもうずっとみんな深夜から並んでくださってて、はいはい、で、これ収まり効かないんですよって言って暴動起きるかもしれませんぐらいのレベルやったからあの、なんていうかな、もう一回どうでしょうかって言ったけど、俺らはまだその、なんか安全を確保されてるっていうのもあるけど、うん、はい、やっぱ今で言うジャエさん、はいはいはい、前で言うジャックさんとかがやっぱその暗闇で消防法とかの問題もあるから、うん、ちょっとできませんって、あのちょっと厳しいですって言うとったら、はい、うちのレッドが、はいはい、ササササササいってみんな待ってるんです、7回目よろしくお願いしますって頭下げたすげえ、え、お前単独で行くと思って俺らでももうレッド頭下げたからさ、行くしかないわけよなるほど。で、俺らメンバーでバーって残りメンバー5人、合計6人でその辺うちの主演が言ってますよろしくお願いしますって言ってみんな頭下げたすごい、そんなこと、そんな過去あったの。そう、そしたら、まあ東映さんとか、うん、あとジャックさんも、まあ、お前ら全員が言うんだったらっていうことでなんとかその消防法を、うん、あのかいくぐるじゃないけどちゃんと連絡してちゃんと安全にやりますんでちょっと7回目特例ですけど今はないですけどやらせてくださいって言ったら、あ、大丈夫です、そして気をつけてくださいっていうことでその全、まあ、全人未到というか、はい、7回ができたっていうか。なるほどね、うん、いやもうね、なんかもうね、何かしらやっぱデカレンジャーってほんとすごくて、そう、もうそのスカイシアターの件に関しては、うん、俺たちももうほんとね、もう終わるじゃないですか、うん、そしたらもうチケット売り場でみんな泊まるじゃないですか。そうそうそう、泊まるね、うん、で泊まるっていうか、物を置いてどっか行ってまた朝戻ってくるみたいなやってたじゃないですか。だから俺たちこれデカレンくらいのほんとにすごいなんかもう人気みたいなの言われてたんですよ、うんうんうん、だからもう、うん、そんなだともう妥当デカレンじゃないですか。まあ俺ら回数1回多いだけやけど、いやいや、でもそれはやっぱりデカくて俺たちの中では、うん、そうだけど、やっぱねそこに届かなかったのはすっごい悔しかったです、やっぱり本当に。まあそういう意味では申し訳ないけど、まあ1位です。いや1位、そう1位ですよ。で、あとは今残念やけどさ、 G ロスをやってるから、うん、今どうやっても人数って塗り替えられへんやんか、はい、だからまあ今んとこはまあ一生1位で折れるかなと思ってる。いやもうそう1位ですよ、うん、1位。あとデカレンズルいのもう一個言っていいですか。何デカレンズルいのは、あの10 years とか うん、やってるじゃないですか、はいはいはい、あのいっぱい出すぎですで、俺たちがやってるのってまず夏の映画と VS、 これはもうみんなやってるじゃないですか。やってるやってる、これやってるじゃないですか、うん、通りもで、うん、さらに最後は10 years なんですよ。だけど、うんうん、これに以外に何本出ました。いや僕らだからパワーレンジャーで、うん、あの吹き替え、うん、ああああ、そう、あ、それもあったわ、それもあった、それもあったわ、はいはいはい、で、まあスペーススクワット、うん、で、あとニンニンジャーとコラボで、ニンジジャーと一緒に踊るっていう。キューレンジャーとのやつがスペーススクワット、うん、違う違う、宇宙刑事ギャバンとデカレンジャーで、まあ、宇宙刑事ギャバンは石垣優真主演、うん、で、こっちはまあ言ったらリーダーサイネ、うん、とこれコラボでスペーススクワット。あ、そっか、俺は全部は置いてないんですけれども、うん、なんかとにかくデカレンジャーってめちゃめちゃ出てるイメージがあるから俺ずっとずるいなと思ってるんですよ。いや、できるのありがたい。でも俺ら毎回マジでもうこの、これが最後の変身だこれが最後の変身やつって意気込んでやってるバーンってまた変身するみたいな気分はあるよ。嬉しいけど、嬉しいけど、うん、あとなんかアクションをスメンで求められるでしょ。あ、はいはいはい、俺当時その21とかでさ、はいはいはい、でもう体も動けるし、でスポーツもずっとやってたから、うんうんうん、でまあアクションもね、ちょっとボクシングやったりとかしてたから、闇のね
闇の闘技場のめちゃめちゃいいアクションしましたよね。あ、ボクシングね、あのアッパアッパアッパ、そう最後ね、そうそうそう、とかやってたから、まあまあなんかまあアクションまあできなくはないですみたいな、うまくはないけどできなくはないですみたいな感じで、めっちゃ上手でした。スペーススクワットぐらいからかな、もう35を超えてるから、えまだアクションやる、ユーマはバッチコスやってるやつ、キックボクシングでもやってるから今も筋トレしてるし、あいつはだからなんか体動くねんけど、俺らえ結構な手ありませんきついみたいな、そうそう、もうあのユーマは普段からやってるからいいけど、うん、俺らはもうきついよと、あとで、あゆみとか見かなくて、うん、あの、あゆみはもうあのスカートの丈嫌ですって言ったら、あいつら長くしてもらってるから、あ、そうなんだ、そう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 なんだ、確かに短かったですもんね、そう当時ね、そう、うん、あれをちょっと長5センチかな、10センチぐらい上げてもらって、はいはいはい、あのだからあいつらはそのやっぱその女子高生と逆の現象が起きてるね、そうそうで、老いの現象が始まるみたいな、なるほど、ロングにしてるんだ、へえー、面白い、あ、そっか、じゃあ俺なんかデカレンジャーめっちゃ出てるイメージあるけど、実は1回くらいなのかな、そしたら、まあ多いけど、いや、多いですよ、本当に、めっちゃ羨ましいなと思って、そう、だからなんかデカレンに対しては、やっぱり俺たちもこの10イヤーズやったりとかもしたし、うんうんうん、やっぱ難しいじゃないですか、10イヤーズの実現すらも結構難しかったりするじゃないですか、難しいと思う、だからよく、偉いのはハリケーン。ハリケーンはすごい、チームハリケーンがやって、その後、うん、アバレンはちょっとこう、まあ、できなくて、でつい俺らにお話が来て、俺たちの中では自分たちから行かないと、うん、テンイヤーズに関しては、うん、っていう感じだったから、僕たちは僕たちから行きましたよ、行ったでしょ、はい、俺らが行ったのは陽介が行った、ああそういうことか、うん、今も伊藤陽介、デカグリーン伊藤陽介相方です、これ、はい、もうあのイベントも一緒にやってるから長いんですけど、はいはいはい、陽介がみんなどうって言って、うん、その後に、まあ、一緒ぐらい、ほぼ一緒ぐらいにミカもやりたいやりたいっつって、うんうんうん、でこの2人が率先してあのプロデューサー塚田さんとか、はいはい、あの土田さんとかの声の方に言い始めて、うんうんうん、で俺は正直出る気もなかった、そうなの、うん、なんでみんなが出るんやったら出ますって言って、マジ、うん、うわそうだったんだ、うん、俺は多分一番最後まで正直揉めた人間、あそうなんですか、うん、その時まだ事務所アミューズいて、うん、フリーになる前やったから、はいはいはい、でアミューズとかも言われて、うん、なんかもう最後は剛がやるんやったら実行できますけどみたいなこと言われて、うん、脅しやんと思って確かにここに対してのプレッシャー半端ないですね、うん、でも俺がノーって言ったら確かにもうなくなる、なくなるんやろ、めっちゃ重大っすねこれ、だから剛くんのせいになりますもん、それ、そう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 、ね、だから俺がもうお願いした、東映さんにお願いしたのは、うん、だったらもう申し訳ないけど石野真子さん出てくださいって言った、あそうなんすか、うん、そうなんだ、俺多分これ初めて言ってるかもマジっすか、うん、石野真子さん出てくれますよねってこれも言い方悪いけど言って、東映さんはいやまず林くんが決まってからじゃないと、その真子さんはって言って、じゃあ僕は OK するんで、それやったら全員出たいですと、全員出るんやったら僕も出たいですけど、誰か真子さんがかけるとか、誰かがかけた状態では僕は出たくないです、いやでも分かるわその気持ち、分かります分かります、うん、だからそれでなんかまあ真子さんが最初に俺がゴーして、一番最後メンバー的にね6人中一番最後にゴーして、で真子さんもえみんなやんのじゃあって言って、真子さんが多分ですけど、想像ですけど、え、じゃあみんな集まるんだったら私も好きだからメンバー好きだから行くって言ってくださって実現できたって、うん、いやーなるほど、そういう、うん、すごいですね、これ初めてですよ、うん、俺多分まこさんの話は初めてね、もう聞いたことないですもんね、うん、うわーそうだったんですね、そう、ポージって、うん、なんか切ない回多くないですか、そうなのよ、普通に天才扱い、はい、そうそうそう、エリート扱い、だって10の、ね、腕前めっちゃよくってて、その後 B の出てきて、そう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 、でなんか B の一発で3個ブチン打って打ち抜いたりとかで、打ち抜いて、そうで B の回も切ないし、切ない、その後のテレサの、ね、回とかも、うわもうどうするんこれみたいなあれな、チャレンジしすぎやろと思って、いやそう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 、俺だって最後墓で終わんねんで、いやそうで、テレサの歌で雨降る街角私は濡れるみたいな感じで、最後俺なんかこんな感じで背中で語って終わるから、切ないんすよ、そうなんかね、もうホージーの回ってなんかメインけど切ない、切なーみたいな、そう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 、でイメージありますよね、あるある、でなんかそのやっぱ女性に対しても切ないし、うんうん、でその男の親友を殺さなくてはいけない、うん、そうそう、でテレサの回に至っては、ね、テレサの弟も、うん、そう弟ね、うん、辻元勇気っていうね役者、長いやつやねんけど、うん、もうあの、まあ、
最初逮捕できたらいいんだけど、うん、危害を加えそうやったからもう最後スナイパーで撃つしかないっていう判断で。いやでもさ、その理由もさ切ないじゃないですか。お姉ちゃんを助けたいがためのじゃないですか弟が、ね、うん、いやもうあれもう超切ないなと思ってね。えなんか宝珠かわいそうって思って、ね、なんでこんな宝珠って報われないんだって。そう、ずっと思ってました。報われへんね、報われないっすよ、ね、報われへんどころが最後じゃあ特急ね、あの受けろよと思った辞退するってなんやねん、受かって受かってるだってさ最後のさ一段階前までは全部パーフェクトに来てるのにね。そうね、で最後も昇進試験受かったから敵をちゃんとあの被害を、ね、倒してね48時間以内のね、そうそう、はいはい、守ったから行きますって時に辞退して、辞退してで救われないで最後あのまあ弟がね亡くなったから、うん、墓行ったら、うん、もう甘さになったテレサとか言葉を交わさずお互いちょっとこういうちょっと首をこうやってどういう気持ちなんですかそれ、どういう気持ちなんですか。いやもう1個だけ言うとなんでやねんって思ったあのクソなんでやねんもあったよあのそれはちょっとあのね、あのチエさんっていうね、田中チエさんに、はい、チエさんにも、もうチエさんその格好ですかみたいな、テレさんにね、あそうね、私もびっくりしたんだけど、みたいな、い墓では笑わんようにしたよ、うん、だからもうシュール、シュール、シュールやから、うん、もう集中して、このシュールをやりきろうとしたよ。確かに、ポージーという男は、やっぱ最初かっこいいんですよ、やっぱり、僕たちから見てても、うん、そう、だけれども、まあ、B の出てきたあたりくらいから、なんかちょっと切ないのが増えてきて、でも確かにその切ないのもかっこいいじゃないですか。まあ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 ね、あのメンバーやとまあ俺しかやりへんやろなみたいな、そうそうそう、できないし、で B のもね、なんかその警察、お前はね、どんな思いでやってるんだみたいな、うん、ね、お前自分はその人を助けたりとかしてるのに、それに対してはみんな当たり前のような顔、そうそう、さらにはなんか蔑まれたりだとか、うん、暴言吐くやつもいるみたいな、うんうん、さらにお金屋にならないみたいな、うん、そう、なんかちょっと闇を感じましたよ、なんかね。いやまあまあ、でもなんかね、俺の方が理想論であって、うん、B のみたいな方が普通の人が生きてるとやっぱそういう、なんていうかな、多いやん。うん、いやいや、まあ分かります。あの俺らはね、そのこういう役者やし、別になんかしんどいとことかさ、うん、なんか、うん、辛いことをさ、別に言う必要性はないというかさ、うんうんうん、でも世の中って多分それの塊やと思うから、理不尽というかさ。そうですね、うん、だって俺らもさ、変な話、YouTube でね、たまに、あのえ、なんでそんな叩かれんのみたいな、あなたになんかしたみたいな、いや、会ったこともないのに、そんなにバッシングされてもみたいなさ。まあ、もちろん流すよ、うん、であの YouTube として改善していこうと、うんうん、でこの方が見ても楽しんでもらえるような YouTube にしていけたらいいなとは思ってるけど、うんうん、やっぱりその得てしてないというか、うんうんうん、やっぱりいきなりね、うん、言われることもあるから、うんうん、俺そんなにハート強ないよと思いながら、うん、あ、そうなんですか。そんな強ないよ。あ、そうなんですか。めっちゃセンチメンタルよ。あの、ここだともうガラス回ってもガラス回ってもマジっすか。すぐパンデント割れる。そうなの。割れる割れる。いや、なんかさ、もう俺のイメージって、うん、強しくん今でこそもう振り切り方がすごいっていう話したと思うんですけど、うん、もうその前とかはもうなんか勢いの塊というか、なんか強いみたいな、もうなんか思いも強いし、うん、なんか我も強いし、うん、納得しないこととかに対してはもう絶対曲げないみたいな、首一ミリも動かせない、フラフもないねっていうイメージがめちゃめちゃ強いから、なんで防御してるだけで、年老いてそういうのをなんか言えるなんだけ。あ、そうなんだ。あの時はだから、いや間違ってないね、うん、って言うけど、ね、俺は正しいみたいなのがあったし、なんかこう尖ってるとこもあったと思うけど、今はもう違います、ガラスのハートです。いや、こんなんじゃないですよ。で、年上の役者さんとかにもガンガン噛みつくし、うん、もうこんなんじゃないですか、マジで、うんうん、そう、だからあの時の剛くんは、だから俺からすると若干ですけど、うん、なんだ、ちょっとこっこまさありましたね。あー、でもそれは言われてた、やっぱ、うん、あの、だから今でもなんか共演した人とかはちょっと怖いとこあるから気をつけよみたいな、うんうん、林剛イコールなんかわからんけど少し怖いっていう、うんうん、なんかその、うん、今何まだそう風潮というかあって、うんうん、こうやって生きてたけど今はもうよろしくお願いします、よろしくお願いしますみたいになってるだけ。なるほどね。だから共演して剛くんってそうっすよね、わかりますよね。なんか剛くんの分かってくれるよね、うん、分かる分かる、うん、そう、なんかやっぱ熱い思いを持って接してくれてるのがすごくわかるから、うん、そこでみんなの誤解が解けてくるんだと思うんですけど、うん、共演しないで噂が聞いてる人からすると絶対怖い人っすか。そうそうそう、ちょっとできたら絡みたくないってなる人もおるやろね。まあそれはもう自分で分かってるから。剛くんから見たその例えば俺のそれ強音が、うん、どんな感じですか。いや、これもめちゃめちゃね、うん、自分のチャンネルでもがっつり言いたいことやけど、はいはいはい、
まあ僕第1話から見て、はい、あのちゃんと50話あのまあ飛び飛びやけどね、はいはい、ちゃんと見させていただきました、はい、ありがとうございます。髪型どうした？いやいや髪型ねまずそこよ。いやちょっと待って、髪型に関して言ったら、うん、バンとそんな変わらんかったですよ。バンは横にウニみたいになってるんですよ。俺全部縦にいってるだけじゃないですかそれ。え、言ったけど横に行くか縦に行くかちゃうちゃうちゃう。お前もうこの辺のヤンゲとかもだいぶ伸びてたよ。あ、これいやこれはね、うん、なんか切りに行く暇がないんすよ。いや本当に俺だってな、うん、ここのもみあげもすごかったよ、うん、あのなんかしかもちょっとね、鋭角やこうなんかこう鋭角になってるよ。ここもそうやけど、ここの後ろのね、はい、ルーフヘアっていうか、あのヤンゲもそうやし、タケノコなんかなんだよ、伸びすぎやろと思ってあの結構そのエビちゃんとかさ、まさひろ薄いとかさ、はい、知ってるからさ、はい、あ、そっか、舞台そうそう、舞台共演してるからさ、はい、で、まあ、なんか知ってるメンバーだから余計楽しめて見れたっていうのもあるし、あ、そっか、そうそうそう、やけどもやっぱ一番その飛び飛びでしか見てない、もし50話全部見てくれっていうのはちょっとこの期間無理やったらあれだけど、ほんまにテレビの前で突っ込んだら、いや、す髪の毛って。いやいや、バンも変わらない。バンもこうだよ、ウニ、バンもウニじゃん。バンもウニやけど、あいつはこう尖らして、こうなんかあいつもこうキューってやったりしてんだけど、伸びたり短くなったりはするんだけど、あいつはなんかここで切れるタイミング切ってくださいっつってちょっと短くなったり、うんうんうん、で切れんからちょっとずつ伸びていくだけでしょ、うん、お前ちゃうやん、お前どん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 こうなってるそう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 、だって角度が違うんですもん角度が違うんですもん、伸びしろがすごかったね。いやまあそうですね、うん、これねバンって言ったら、うん、剛君のあのインスタのバンはもうあれはひどかったほんとにもうあれ何でしたっけ、バンだぜみたいにやってましたよねあのバンかどうかわからないけどバンだぜみたいにやってませんでした。あれはあのスタッフにも言ったけど、うん、あのテロップ入れてっつって、うん、あの多分俺は全員のキャラクター梅子、ジャスミン、センちゃんで、自分、うん、で、一番評価されてるのセンちゃんなの。センちゃん、センちゃんだ。センちゃんだけどよう分からないけどショートでも1万5000ぐらいいや、結構いってますね。そう、いってんのよ、うん、で、みんななんかまあ数千みたいな感じなの、うんうん、だけど、あのセンちゃんはなんかこう、ねね、セロテープでやったりとかしてこう、やってるんですよ、はい、で、バンだけどうやっても自信ないから、うん、おっす、俺はバンだぜそしたらお前はなんかさ、ヤスがさあの YouTube のコメントにさ、はいはい、剛くん絶対僕の方が似てますよ。いや絶対似てますよ、俺の方から似てると思いますよ。で、ちょっと一回さ、マジで全力でやってみて。でも確かにゴーをゴーネットね、うん、見てる限りは結構バンっぽい感じ。ちょっと似てますよね。そう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 。若干。だから別にヤスが寄せてるとかじゃなくて声質であったりとか、うん、リュウジとのね、はいはい、ほんま確かにヤスちょっとやっぱり動画見ながら。うん、ちょっと似てるんかもと思ったけど、それはアフレコとかさ、うん、あの時の声、はいはい、そうですね、な今やって俺よりどうかっていうのを、うん、そうですね、だから皆さんにそっちから判断してもらって、じゃあ一気に行くぜ、うん、シンプルやから、あ、わかりました、そうですね、ちょガチで行くね、うん、心作ってください、心作って作って、はい、いきます、はい、一気に行くぜ、あの今何やろ、スタッフさんも今笑いこらえるの必死みたいな滑り芸で滑り芸で言っていいですか、うん、思ったより良かったっすよかったよ、思ったよりいやなんかちょっとあれ練習しました、いやしてない練習しましたよ、ね、これいや今気持ち作ったよ本当っすか、うん、あの時は多分そんな気持ち入ってなかったよ、うん、いやいやそういや絶対俺ねこれ用に、いやだってそもそも今日待ち合わせもそうなんですけど1時間前から来てますから、もう強すぎて、俺だってもうほんまに、うん、あの街にまたうん、コラボですから、そうですよね、うん、だからもう今日朝からもうねいろんなもの調べたりとかもしてますもんね、いやそれはそれよお前ねいやそうですけど熱量が違うから俺多分ね練習してると思うんですよこれ、それは知ってる練習もうね今日やるって分かってるからちょっとね練習してると俺思いますから、じゃあ俺やっていいですか、はい、お願いします、俺やっていいですか、はい、俺も赤座バンバン、はい、ね、フィートソースライブですから、3、2、1、一気にいくぜ、あもうこれシンプルにヤスの勝ち。どうですか。でもじゃあ、いや、でもどうですか。法事から見ての、うん、どうですか。こんな感じじゃないですか。いやそう、うん、あのね、多分声だけ聞くやんか。はい、この今のね、今の声だけだから映像流さんと声だけ聞いたら、はい、あれ。リュウジって思う、うん、思いますよ、バーンって思うかも。で、ソウスケとは似てるんですけれども、うん、ソウスケと何が違うのとか言ったら、うん、バーンは伸ばすで一気にぜーみたいな。あで、ソウスケは一気に行くぜ、これ止めるんですよ。あ、なるほどね、これがちょっと違うんです。で、これ声だけクイズとか出したら面白いかもね。あ、確かに、うん、う皆さん、音だけで誰か当ててください。あー、なるほどね、うん、そう、ありありっす、これじゃあ、ちょっと他のワード、うん、ちょっとそのでかい面貸してもらうぜ。あー、いやいや、そういや、言わなそう言わなそうっすね、ぜって言わなそうっすね、まずねぜって言わないし、ぜって言わないですよねそのでかい面貸してもらうぜ見てみ、
タッフさんが2回目も腹抱えてるのを我慢してるからでも言っていいっすか、いや思ったより良かったっすよかったっす、なんでも練習してきたな、これはもう絶対これ練習、いや一気に行くぜ、まあ練習してたとしてもこれは無理やん、だって俺が選んだワードちゃうんだから、確かに確かに俺選んだワードだけどいやでもね、なんか俺もっと差がつくと思ってましたもん、いやでもね、あの多分 YouTube 見てもらったら分かりませんけどさ、圧倒的に皆様は似てます、いやちょっと今はもうなんか、あ、負けたなってちゃんと認められるないですか、うん、でもいいこれ、そのでかい面貸してもらうぜ、途中の音がめちゃめちゃ似てんねん、マジっすか、うん、そのでかい面貸して、今後貸してもらうぜみたいな、ほんと似てます、似てる、あ嬉しい、やっぱねこれデカレンジャーもね、うん、ちょっと好きとしてはこれ嬉しいっすよ、やっぱりじゃあちょっと一回さ、はいはい、あのな相棒って言ってもらっていい、そしたら俺が相棒って言うなって、宝珠で次行くから、分かりました、うん、今回も楽勝だったな相棒、相棒って言うな、かっけえ宝珠じゃんかっけえそれはもうねあるけどずっとやってますから見てたやつやかっこいい、いやでもやっぱ似てんねんな、いや嬉しい、いやこれ俺素直に嬉しいっすね、ちょっといや俺も素直になんかあの相棒って言うなって言いやすいいや嬉しいやこれだからやっぱねちょっとタイプはね似てるんですよ、バンとそのソウスケっていうのはね、そうやな、そう一番他に誰でしょ、俺らは伊藤陽介、センちゃん、あ陽介くんなんですか、でも俺ら近くて、うん、陽介が2個下で、うん、美香が1個下、うん、あの菊池、はいはい、で俺と歩美と木下歩美と吉田智和ためで、うん、コンさんに一緒で、はいはい、リュウジが1個上、ああそうだ、結構狭いとこであのあれなんだからリュウジと陽介だけで3個しか離れてないから、はいはいはい、はい、そうだからみんな結構密度高いとかこの辺の、はいはい、そうなんだ、うん、俺が21、リュウジが22、あゆみと友和が21、はい、で、ミカが20歳で、陽介だけが唯一その時まで19からスタートしたの、うん、だからみんなで飯食っても酒飲まれへんみたいな、はいはいはい、あ、そうなんだ、そうそうそう、じゃあみんな16とかだ、俺たちはイエローとグリーンが16だったんで、それこそ、でもあのミュウもあのシルバーも19歳だったし、当時は、あ、杉本さんね、うん、だから結構ね僕たちはまあ年は離れてたんですけれども、うんうん、でもねあんまりね年離れてる感はないですね正直、あ、うん、なんかリナに関してはめちゃめちゃなんか大人っぽいんですよ、はいはいはい、もう当時からちょっともうリナさんの話は後でさせてくれ大好きっすもんねもう本当にね、だって今日悩んだらヤスとのコラボ以上に楽しみにしてるのもうリナちゃんの話聞きたいなってやっぱね嬉しいっすよ本当にもうめちゃめちゃコラボ嬉しかったです、だからまたどっかで、ね、ちょっとなんか足りない時間が足りんからまたしましょうよ、うん、やりましょう、で多分でもファンの方はもう絶対、うん、第2弾やってくれって、うんはい、思ってるやんな、思ってる、はい、うん感じてる感じてる、ぜひ感じてる、うん、はい、ということで、はい、まあ続きのね、まあ、お話は、はい、まあそれこそねちょっと相澤里奈ちゃんのこといろいろ聞きたいということなので、皆さんね、まあちょっといろいろとまあそのね動画で剛くんのチャンネルの方で、はい、ぜひ見てください、はい、ということで今日は本当ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでマッハ全開ゴールレッド SB 宗介とエマージェンシーデカレンジャーデカブル、林剛がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。